はい、玉川習字教室の玉川雄吾です。はい、今日はですね、日本習字小学3年生のですね、5月検定課題からですね、こちら火山をですね、書いて説明をしていきます。はい、今月のですね、課題も2文字ですね。はい、こちらのですね、書き方のポイント、気をつけて書くところをですね、言いますと、この火のですね、左右の払い、特にですね、この右払いのですね、書き方、そして山のですね、ここ斜めに押さえてですね、右上がりに書いていくと言ったところのですね、書き方をですね、注意して書いていきましょう。はい、赤手本のこの課題はですね、裏面にですね、赤手本の書き方というのがですね、ありますので、最初にそちらをですね、よく読んでですね、書いていただきたいというふうに思います。それでは一文字ずつ説明をしていきますね。はい、まず火山の火、火ですね。はい、1画目、ここですね、押さえてからちょっと下に行って1、2、3、このですね、リズムで書いていきます。はい、2画目はですね、ここ右上がりのこの場所にですね、筆を置いて左に払います。はい、そして3画目、はい、3画目は伸び伸びと最初下に行きますね。まっすぐ下に行ってから、この横のですね、線のところからですね、徐々に左に払っていきます。はい、で4画目はだんだん太く、そしてここで一旦筆を止めます。そして右に払っていく。はい、ここの書き方ですね、難しいところでありますので、後ほどですね、私が書くところをですね、よく見てですね、練習をしていただきたいというふうに思います。はい、それとですね、この3画目、縦にまっすぐというふうに言いましたけども、少し左に行ってからですね、払った方がいいでしょう。はい、次、山、火山の山、山ですね。はい、1画目、はい、強くして、そしてまっすぐ下へ体で引いていきます。はい、2画目は内側にこう入っていきます。そしてここ一旦止めて押さえ直してから右上がりに行きます。はい、3画目は2画目よりも上のところから押さえて内側に行きます。筆を止めた位置は同じになるようにします。そしてこの間もですね、余白ですね、間も同じになるようにですね、書いていっていただきたいというふうに思います。はい、それではですね、早速一文字ずつ書いて説明をしていきます。はい、まず火ですね。はい、押さえて1、2、3、はい、こう真ん中から筆を、穂先をスッと抜けて、抜かして穂先を抜いていきます。2画目は1画目よりも右の上ですね。はい、そして左にこう、はい、3画目、この中心よりもちょっと左からですね、筆を置いて、そして縦に、はい、ここまで来て左に伸び伸びと払っていきます。はい、次、右払い、ここですね、筆を入れます。ちょっと右に行ってから右下にだん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 太くしていきます。筆をこう下ろしていきます。落としていきますね。止めます。で、ここに横に行きますね。筆を持ち上げながらこうです、ゆっくりやってますね。こういう風な形で右に払っていきます。はい、次、山です。1画目強く斜め45度に斜めに入れて、そ強くですね、そしてまっすぐ下へ、こうあんまり長くなりすぎないように、はい、これですね、この四角の真ん中ぐらいのところですね。はい、そして山、2画目ですね。はい、押さえて、そしてここ内側にこう入れていきます。で、ここです、一旦止めてまた斜めに押さえ直します。斜めに押さえてから右上がりでちょっと伏せていきます。はい、そして3画目はこの2画目よりも上、この線のところですね、
がそこで押さえてから内側に、はい、終わる位置は二角、ここの転接のところと同じぐらいですね。はい、このようにして書いていきます。はい、火のですね、この右払い、そしてここ山の転接、この間を、同じようにですね、広さを同じようにするというところですね。はい、そういったところに気をつけて注意してですね、書いていっていただきたいというふうに思います。はい、今日は以上です。